はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、美野健二です。さあ、本日の動画は、新しくね、この音とまれの CD が発売したんでね、ちょっと宣伝していこうかなと思います。で、本来明日発売のはずなんですけれども、なんか知らんけど、今日届きましたね。で、こっちが2017年の3月に発売された、まだね、アニメ化する前に出された CD です。で、まあ、こっちが、アニメ用に再収録された曲が入ってるものですね。まあ、入ってる曲もちょっと違うんですけれども。で、こっちがちょっと見づらいかな。こっちはですね、水の変態が入ってますね。で、こっちが、入ってない。水の変態入ってなくて、その代わり他の曲が入ってますね。あとこっちだと、あれか、トーンってあれですね。第1期のオープニングのやつですね。原作では描かれてないんですけれども、学園祭の時に聞かれた曲がこのトーンですね。で、こっちがこのポリュータンかな。これオリジナルの、こっち側にしか入ってないやつですね。まあ、あとは桜桜とか。あとは結構基本的には一緒なものが入ってるかな。で、まあもちろん、原作者のアミュー先生のオリジナルの書き下ろしのジャケットですね。今回のジャケットどうですかね。俺はかなりお気に入りなんですけれども、特に気に入ってるのはこの裏の、これですね。堂島先生と秋田美先生のこの二人が手をつないでやってるっていう。これかなり好きですね。大介が一人なのがちょっと残念だけど。で、こっちが2017年に発売されたやつですね。ちょっと俺の管理が悪くて、ちょっとケースが割れちゃってるんですけど。これも結構デザインが好きですね、俺は。で、ちなみに、この二つに描かれてることなんですけれども、これはもう原作のアニメにも登場してる。この主人公の、他のおじいちゃんが作ったことですね、これは。まあ、マサゴトで、まあ多分時価100万はいくだろうという、高級なことです。で、ちなみにこっちの方が売り上げ1万2000枚とかいってるはずですね、確か。この新邦楽の、まあ、サントラ的なものでそこまで売れるっていうのはかなり異例なことらしいですね。今回のも結構売れるんじゃないかな。3年前よりも認知度は高くなってるだろうし、アニメもやってたし、結構買う人が増えるんじゃないかなと思っています。まあ、密かにオリコンチャートベスト10入りとか期待してますね。こっちの方はね、14位が最高なんですよね、確か。調べたら。なんで、もしかしたらオリコンチャートにもベスト10に入ってくるんじゃないかなと、個人的には思ってるんですよね。で、まあちょっと中身見ていくと、まあ一応この曲の説明とかが書いてあります。で、もう一つ特典があってですね。はい、こちらですね。こちらが、この収録されてるトーンの楽譜ですね。これ広げたら楽譜がなんと書かれてました。じゃじゃん。合奏用って書いてありますね、これ。ちゃんとリズム揃えるとか 書いてありますね。これを参考にすればトーンを弾けるはず。
実際に弾く人とかいそうですけどね、これでね。で、まあ曲の説明が書いてあってて、こっちの方もあれですね、一応曲の説明とか書いてあります。まあ一応これ漫画でのエピソードも書いてありますね。で、ここにまあクレジットが書いてあります。まあまさかね、この CD まで買うとは俺は思ってなかったですね。この音の丸の漫画を買った当初はですね、当初買った時はジャケット買いで良さそうだなと思って買ってみたからね。で、まあ買ってみると、まあドハマりしちゃったと。で、CD も発売するということで、即買いしましたね。まあ、俺が説明してないキャラもこれには書かれてるんで、まあ、詳しく知りたい方は原作買ってほしいんですけれどもね。どうです?になりません?あ、ちなみに入ってないのは、今ちょっと別なところに、プレイヤーに入ってるからですね。中身は、ちょっと取り出しますか。はい。これが CD 本体ですね。ちょっと比べてみようか。なるほど。CD 的にはこっちの方がいいかな。キャラクターが、ね、印刷されてて。ちょっとこっちはなんか、水玉模様というか。シンプルデザインって感じですね。ジャケットのデザインは新しい方が好きですけどね。もし第3期があれば、まあきっと新入部員のが入ったデザインで多分描かれるんじゃないかなと思うんですけれどもね。まあ何年後になるかは分かんないですけどね、実際やるとなったら。まあ、この音止まれ。題名が僕たちの音。ちょっとかなり見にくい、ね。白飛びしちゃって。とまあ、まあこれ、こっちの方がね、異例の発売だったんですよね。アニメ化もされてない作品で、劇中歌の、本当に、曲が自体、まあ、確かに原作では登場してるんですけれども、これ用にちゃんと作ったんですよね、曲自体を。原作では描かれてるけど、ちゃんと中身はなかったんで、で、その曲を作ったのがアミュー先生のお母さんだったかな、確か。あと、お姉さんも。お姉さんが主体の方だったかな、確か。アミュー先生のね、こう、ね、一家はね、音一家というか、まあ、アミュー先生自体も、琴に触れてきたし、まあ親族が琴の先生っていう、まさに音楽一家で生まれてきた人なんですよね。で、アミュー先生自体は小学生の時に、この琴を題材にした漫画を描くっていうことをね、決めてたみたいですね。という語られるエピソードもあります。まあなかなか琴とか、まあ、例えば他の和楽器でもいいですけれども、あんまり売れないですよね。正直言って。こういう演奏のみが入ってるやつって。まあ、例えばクラシックとかもそうだけど、今あんまり CD 自体が売れないっていう時代だから、まあ、なかなか難しいですよね。でも、その中でも1万2000枚売れたっていう、この、こっちはね。やっぱりそれだけ注目されてるっていうことですよね。
ちはどれぐらい売れるかな。まあ、こっちよりは絶対売れると思います、これは。むしろこれを買ってるのは原作が好きで、まあ本当にハマってる人が買ってるっていう感じですよね。で、さらにアニメ化された後のやつですからね。やっぱりもうちょっと買う人がいるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、このジャケットを見て買うっていう人も中にはいるかもしれないですね。まあ、さすがに漫画とかとか違って、ジャケット買い、CD をジャケット買いするっていう人はなかなかいないと思うんですけどね。まあやっぱ、絵がいいですよね。ちなみに、これに収録されてる流星群とか、クオンとかは、YouTube でも普通に聞けるんで、もしよかったら検索してみてください。まあ、一応、概要欄にも貼っておこうかな。劇中歌で演奏された曲、YouTube でも見れるんで、それら全部何曲かあるんで、それら貼っておこうかなと思います。ただ、こっちでしか収録されてないやつとかもあるんでね。それを聞きたいならこれを買うしかないですね。まあ、これだと桜桜とか、六段の調べ、竹蔵バージョン、里和バージョンとかね。あとは、保留端かな。で、まあ、やっぱ個人的におすすめしたいのは、まあ、やっぱ天球、片籠とかかな。片籠かなり俺は好きですね。天球も好きだし。で、あとこの水の変態がですね、歌も入ってるんですよね。琴弾きながら歌を歌うっていう、なかなか難しいと思うんですけれどもね。まあ、ちなみに、ちゃんとこれ収録されてるの、琴を弾いてるのはちゃんとプロの、ね、奏者ですからね。まあ、舞台とかで、舞台の DVD も俺買ったんですけれども、これですね。この舞台でのやつは、この演者自身が、音を弾いてて、ね、めっちゃ練習して舞台で弾くためにね、めちゃめちゃ練習してましたね。確かに仕事とはいえね、もうゼロから覚えて音を弾くってなると大変ですからね。ピアノとかね、ならまだしまだしも、音ってなるとかなり特殊な楽器になるんでね、すごいですよね。ちなみにこれ結構高くて1万円ぐらいする。8500円の、あとは、これも税抜き価格ですからね。結構高いです。だからこれ1万円ぐらいする。なかなかに高いなと思いましたね。これは2600円ぐらいだったかな、確か。まあ CD はね、だいたいそんなもんですよね、アルバムだと。3000円とか。シングル CD で1000円、まあ、1000円もしないのかな、今は。わかんないけど。まあ今はね、大体、まあ配信とかで手に入れるっていう音楽、ダウンロードするっていう人が多いと思うんですけれども、やっぱりね、こういう、物理的に手に入れるっていうのもいいですよね。まあ本もそうなんだけど。CD はね、CD とか DVD、ブルーレイとかは、これは実物が欲しい人ですね。本はちょっともうどうにもならなくて、置くとこがないから電子書籍にしてるけど、なるべく CD とか映像作品はちゃんと買うようにしたいですね。はい、それではね、今回の動画はここまでにしたいと思います。まあこの音とまれのテレビアニメーション用に再収録された CD が出たんで、まあそれの宣伝っていう感じですね。まあなぜか1日早く届いたんですけれども、興味ある方はね、概要欄に Amazon のリンク貼っておきますね。どっちも貼っておきます。興味ある方は、ね、チェックしてみてください。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、 Twitter のフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。